アメリカ宇宙軍はアメリカ軍の統合軍の一つ。1985年9月23日に設立され、2002年10月1日にアメリカ戦略軍に整理、統合されたが、2019年8月29日に再編成された。軍種であるアメリカ宇宙軍との混同を避けるため公的文書などでアメリカ宇宙コマンドと言われることが多い。アメリカ三軍における 宇宙関連の部隊、機材を統合運用するために設立された。通信衛星、偵察衛星、広報衛星、気象衛星などの運用のほか、弾道ミサイル発射の早期警戒も担当していた。通信、コンピューターネットワークの運用にも責任があり、1999年からはサイバー戦の担当でもあった。設立構想は、 戦略防衛構想との関連もあり、統合式の必要性が考慮され、1983年頃より検討されていた。司令官は空軍大将が務め、霊下の組織として、空軍宇宙軍団海軍宇宙司令部陸軍宇宙司令部があった。2018年に、アメリカ戦略軍霊下の副統合軍として、アメリカ宇宙軍を再編成するための2019年。 国防権限法が採択された。しかしながら2018年12月にドナルド・トランプ大統領はアメリカ宇宙軍をフル規格の統合軍として再編成するようにアメリカ戦略軍に指示を出した。2019年3月26日に戦略軍統合軍宇宙構成部隊司令官研究軍宇宙軍団司令官の ジョン・ウィリアム・レーモンド空軍大将が宇宙軍司令官に指名されることが発表され、同年6月27日上院に承認された。2019年8月20日、ジョセフ・ダン・フォード統合参謀本部議長は再発足を同29日に行うと表明し、2019年8月29日実際に再発足した。なお2019年12月20日、 ドナルド・トランプ大統領が署名した2020、会計年度国防権限法により、陸海空軍、海兵隊及び沿岸警備隊に続く、第6の軍、1947年以来72年ぶりとなる新しい軍種として、宇宙軍が発足した。当初は、空軍の宇宙関連部隊を中心に約1万6千人が移動する。ありがとうございます。